ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前聖徳太子について学ぶ内容のテレビ番組がやってたんだけど、聖徳太子が10人の話を一度に聞けたって本当なのかな？もしそうならかなりすごいことだと思うんだよね。確かにその能力は羨ましいし、実際にそんな能力を持っていたならすごいことだよな。誰もが知る日本史界のエースと言っても過言ではない聖徳太子だが、その聖徳太子の正体がかなりとんでもないものだとする説もあるんだ。それについては当時の中国の隋に伝わる隋書和国伝を読み解くことでわかるとも言われているぜ。聖徳太子の正体？確かにこれだけ不思議な能力を持っていたとすれば、かなり気になる存在ではあるわ。その聖徳太子って一体何者だったのかについて詳しく教えてほしいんだけど。よし、じゃあ今回は隋書和国伝から読み解く日本史が全て覆る聖徳太子の正体について話していこう。それでは今日もゆっくりしていってねー。聖徳太子の謎に迫っていくが、まずは聖徳太子とはどんな存在かについて話をしていこう。聖徳太子は紙幣にも描かれているから割と私たちに身近な歴史上の人物だと思うわ。あと学校の教科書でも割と最初の方に出てくるし、覚えている人は多いんじゃないかな。そうだな。そんな聖徳太子の誕生は飛鳥の地で574年、立花豊日の御子、後の陽明天皇の第二子で、生まれながら言葉を話すことができ、成人の地を持っていたとされている。二十歳で叔母である日本最初の女帝水戸天皇の摂政となり、32歳頃の時に日本最古の憲法17条の憲法を制定していることは有名な話だな。ちなみに紙幣に関してだが、実は今までに7回も紙幣の顔とされてきたんだぜ。え、7回も？聖徳太子めっちゃ人気じゃない。人気の歴史上の人物といえば織田信長とか徳川家康とかその辺を思い出すかもしれないが、それよりも聖徳太子はかなり特別視された存在だという。どうして聖徳太子はこれほどまでに特別視されているのかしら。聖徳太子が歴史上果たした役割といえば先ほど言ったことの他に、国宝である法隆寺や四天王寺を建造したことなどがある。まあ正直、歴史的に名を残している人の中でも特別すごい功績とかがあるわけでもなく、とても失礼な言い方であるが、結構地味な役割をこなしていた感じなんだ。なんていうか、聖徳太子の役目は水戸天皇を補佐する摂政として活躍した人って感じかしらね。そんな感じで、主に外交分野で活躍した人物だったんだ。内政面では蘇我の馬子が辣腕を発揮するものの、後に好き勝手やり始めた蘇我氏が中大兄皇子らに、罪を咎めて殺害される大化の改新という出来事があるが、それはまた後で話をしよう。でもまあ聖徳太子は大陸からの華やかな文物を日本に持ち込んだことには違いないでしょ。その功績があるからこそ、当時の国際社会における古代日本を代表する人として人気だったんじゃない？確かにそうかもしれない。だがそれを言ってしまえば同じように国際社会において活躍した人って他にもいるだろ？例えば平野清盛や足利義満、織田信長もそうだと思う。まあそうね。その人たちと比べてもやっぱり聖徳太子はちょっと特別感ある人な気はするわね。その違いというか差というか、それについてはどういうことなのかしら？それについて聖徳太子には常人にない何か、超人的な力や伝説があったからではないだろうかと考えられているんだ。超人的な力って、まるで人間じゃないような言い方をして、例えばどんなことがあるっていうのよ？これは有名な話だが、聖徳太子って一度20人の話を聞き分けることができたとか言うだろ？また最初にも言ったが生まれながら言葉を話せた上、成人の血を持っていたとされているし、なんと未来のことを予言できたなんて話もあるんだぜ。そんな話があったなんて全然知らなかったわ。また最近の学校の教科書では聖徳太子ではなく馬宿の巫女と表記されているようで、その名には彼の誕生が大きく関わっているんだ。聖徳太子の誕生なんて聞いたことないわ。一体どんな話が受け継がれているの？なんでも聖徳太子の母である陽明天皇の皇后の夢の中に久世観音が現れ、お腹をお借りしたいと言われて身ごもったのが聖徳太子だったとされている。しかも彼が生まれたのは宮中の馬宿で、安産だったなんて話もあるんだぜ。あ、宮中の馬宿で生まれたから馬宿の巫女って言われているんだね。その通り。ところでこの話、どこかで聞いたことがあるような気はしないだろうか？え、どこだろ？今のところ全くピンときていないんだけど。実はこれ、イエス・キリストの生誕の逸話とそっくりなんだ。旧約聖書にはキリストの降誕という話があるんだが、そこにはこんなことが書かれている。マリアは忽然と現れた天使ガブリエルから、やがて神の子を産むことになると告げられ処女のまま解体した。そして旅先のベツレヘムで臨月を迎え、馬小屋で男の子を産んだ。お、キリストも馬小屋、すなわち馬屋で生まれているわね。確かにこうやって比べるとキリストと聖徳太子の誕生の話には似ている点がある気がするわ。
そもそも聖徳太子とキリストについては救世主として人々の信仰を集めたという点で、根本的な性格部分に共通点がある気もするんだよな。実はこのイエスと聖徳太子の類似を指摘していた研究者がいて、その人物とは明治、大正時代に活躍した歴史学者の久米国武という人なんだぜ。久米さんはどんなことを言っていたの？彼は上宮太子実録という書物の中でこの問題に言及しているんだが、何でも飛鳥奈良時代に中国に渡った僧侶が当時、西域を経て中国にまで伝わっていたキリスト教のことを知って、聖書のイエス伝を太子伝に付解したと考えるのは決して荒唐無稽なことではないと指摘しているんだ。そうなんだ。というかその時代、すでに中国にキリスト教が伝わっていたっていうのが驚きね。この時代は景教と呼ばれていて、確かにキリスト教ネストリウス派は、7世紀前半にはすでに中国に伝わっていたとされているんだ。また長安には教会が建てられていたこともわかっているぜ。なるほど。ということは当然、日本からの遣唐使が景教に接していた可能性も十分に考えられるわよね。そうなんだよな。だがこの久米氏の見方には問題もあってだな。そもそもイエスが馬小屋で生まれたというのは実は後世になって定着したイメージだからなんだ。え、どういうこと？新約聖書を読むとわかるんだが、キリストの誕生については、宿屋に寝るスペースがなかったのでマリアは産んだ男の子を産着にくるんで貝場桶に寝かせた、とあるんだ。ここに馬小屋は一切登場していないんだぜ。確かに、またイエスキリストが生まれた時代にベツレヘムのあたりでは、人と家畜が同居するスタイルの家屋が多かったとも考えられている。そのことからマリアが仮の宿とした家もその類だったのかもしれないともされているんだ。じゃあ正確にイエスは馬屋で生まれたとは言えないってことなのね。一方でこんな説もある。聖徳太子が誕生した馬屋については粗末な馬小屋というイメージを抱きがちだが、そもそもこれが誤解なのでは、と言うんだぜ。え、どういうこと？日本書紀を見るとわかるんだが、応神天皇の時代に百済系渡来人の阿知己という存在が、百済の乳母を狩野坂の上に作られた馬屋で飼っていたという話があるんだ。さらにそれと同時に聖徳太子の叔父の脇伊良津子に儒教を講じたという記述も残されている。そのことから古い時代では馬を飼う者は知識人であり、馬屋は教育の場でもあったというんだぜ。なるほど。じゃあもしかしたら飛鳥時代でいう馬小屋というのは、むしろ賢くて特別な聖徳太子の誕生地にふさわしい空間だったのかもしれないわね。さて、ここで少し余談ではあるが一つ話をさせてほしい。少しセンシティブな内容だが、あくまで都市伝説的な感じとして聞いてくれ。何何？日本仏教の一派に浄土真宗という宗派があるのは知っているよな。実はこの宗派は仏教の一派ではなく、ネストリウス派のキリスト教の教えを観骨脱退したものではないだろうかというんだ。それはつまりどういうこと？そもそも観骨脱退ってどういう意味なの？観骨脱退は骨を取り替え、胎盤を奪うという意味で、外形は元のままでも中身を変えることを表している。これは私文の創作法の一つで、個人の作品の発想や形式を利用しながら、自分なりの創意を加えることで独自の作品を作り上げる手法なんだぜ。まあ何が言いたいのかというと、つまり根本的な教義はキリスト教かもって話だな。え、そんなことある？だって仏教とキリスト教なんて全然違う宗教じゃない。まあその気持ちもわかるがまず聞いてくれ。さらに京都には西本願寺という浄土真宗本願寺派の総本山があるんだが、なんとそこにはキリスト教関係の資料が隠されているなんて伝説もあるんだぜ。そんなことがあるなんて。でもこの話と聖徳太子の話って何か関係あるのかな？あるぜ。実は浄土真宗の開祖である親鸞の夢に聖徳太子が現れ、その後に親鸞が開祖したなんて言い伝えがあるんだ。この夢の話や先ほどまで話してきた聖徳太子の生誕、そして数々の超能力などを見ると、聖徳太子の正体はイエスキリストだったのではないかとも考えられると思うんだよな。ちょっと待って、話がぶっ飛びすぎててよくわからないけど、聖徳太子がイエスキリストだったってどういうこと？もちろん驚く気持ちもわかる。でも仮にこの話が事実ならこれまでの聖徳太子の逸話が全てしっくりくると思うんだよな。これらのことからいわば聖徳太子は超能力者だったとも考えられているし、それどころか太子は宇宙の使者だったのではないだろうかとも言われているんだ。いやいやいや、さすがにそれは意味がわからないし、そんなの認める研究者なんているの？まあこの辺については曖昧な感じなんだが、このような考え方が出てくるということは当然、聖徳太子は存在しなかったのでは、と考える人も出てくるんだ。聖徳太子が存在しない？それは一体どういうことなのよ。よし、じゃあ次はその聖徳太子は存在しなかったという説について話をしていこう。この説が世に出回るきっかけになったのが、この説の代表とも言える大山誠一という人の、聖徳太子の誕生という著書なんだ。
大山氏が問題としていたことは、聖徳太子という聖人が古代に存在したかについてや、そしてこれまで教科書に書かれてきた聖徳太子の異様について、それが本当に事実なのか、検証する必要があるということだったぜ。大山さんもなかなか難しい研究をしているわね。それで結論として聖徳太子は存在しないとこの書物には書いてあるってこと？その通り、大山氏は、聖徳太子に関する確実な資料は存在しない。現にある日本書紀や法隆寺の資料は、馬屋塔の死後1世紀後の奈良時代に作られたもの。それゆえ聖徳太子は架空の人物だ、と話していたんだよな。まあ確かに伝説で語られている聖徳太子の逸話はどれもかなり強人的だし、素直に全てを受け入れるというのは難しい気がするわ。だってこんなスーパーマンのような存在が古代の日本に存在したなんて、普通は信じられないもの。もちろんその気持ちもわかる。実際、意外にも基本的に大山氏の問題提示は間違っていないと思われていてだな。そもそも聖徳太子に限らず古代の全ての人物、事象に関して確実な資料などは存在しない。また日本書紀は720年に完成したもの、つまり奈良時代に作られたものだったんだ。それゆえ聖徳太子に限らず、全ての古代史は確実な資料を持たない疑うべき存在というんだぜ。じゃあそれってつまり聖徳太子を取り巻く蘇我氏や物の部氏などについても同じことが言えるってこと？そうだし、もちろん他の時代や人々、事件についても同じだな。聖徳太子という表現についても聖に等しい徳を持った大王家の男子と考えると、馬屋塔は実在の人物だが聖徳太子は架空の人物というのも不自然だと思うんだぜ。確かに。でもさ、ここまで日本人は誰しもが学校の授業でも習ってきたし、聖徳太子という存在がなかったなんて、正直信じられないのよ。確かに聖徳太子の存在はぶっ飛んでるし、存在しないと言われても納得しそうだけど、いくら研究者さんたちが理論を述べたところで、聖徳太子は実在していたと思ってしまうのは私だけ？いや、大半の人がそう思うだろう。霊夢は直感的に言ってるかもしれないが、実はこの大山氏の説に対し反論できる根拠があるんだ。え、その根拠とは？それは聖徳太子が記した三行義書の中の一つ、法華義書だぜ。大山氏はこの三行義書や法華義書は海外で書かれたと言っていて、中にはその存在自体がインチキだという人もいる。またそもそもこの三行義書はいわばお経の研究論文とされているんだが、当然内容は学者が書くレベルのものだ。そんな高度なレベルの書物を聖徳太子が書けて、しかも漢文だなんて、聖徳太子は学者でもないのにあり得るはずがないという人もいるな。なるほど。いろいろな意見があるんだね。じゃあこれらの説について何か反論できることってあるのかな？大山氏の説についてはこの法華義書の中に大和という文字があることがわかっていて、これは日本人自ら名乗った国号なので海外の人が書いたっていうのは無理があると思うんだ。おお、その反論は根拠としてもかなり強い気がするわね。また法華義書は聖徳太子が日本に持ち込まれた法華経を宮中に伝授するための資料として書かれていて、当時の日本において聖徳太子以外に法華経に通じていた僧侶はいないことが分かっている。となればやはり執筆者は聖徳太子以外、考えることができないという人もいるんだ。確かに今のところ私もそれらの反論にうなずいてしまうわ。ちなみにこれ以外にも聖徳太子が実在したことを伺わせるような証拠があってだな。当時の中国で覇権を握っていた隋で書かれた資料に隋書和国伝というのがある。まず聖徳太子がいないと考える学者たちは、この書物内の608年に日本へ来訪しているとの記録に注目しているんだ。だがその時日本であった王は男性だと記されているんだぜ。それって年代的に日本の天皇って推古天皇ってことよね。あれ、でも推古天皇って確か女性だったわ。そう。これが隋の記録が間違いなのか、日本の歴史自体が分かっていることと違うのかがはっきりしていないんだ。真偽がかなり曖昧なため聖徳太子の存在を否定せざるを得ないって感じなんだぜ。なるほど。じゃあそれに対する反応とかはあるのかな？そもそもだが隋の文帝に対して日本の使者は、和王の姓は雨、名はタリシヒコ、号はアホケミと語っている。タリシヒコの名はヒコという名前から男性であることが考えられ、これは推古天皇を指しているわけじゃなく、他に男性の王がいたことを指しているとしているんだ。よくここまでわかるものね。じゃあつまり、その他の男性の王っていうのが聖徳太子だってことかな？ああ。聖徳太子は推古天皇の甥にあたるため、ここで雄王について蘇我の馬ことは考えにくい。ということで雨田利彦が聖徳太子だということがわかるってわけだな。うんうん。じゃあ聖徳太子はやっぱり奈良時代に作られた架空のヒーローなんかじゃなく、飛鳥時代に実在した王だった可能性が高そうだね。王というよりも聖徳太子の正体は飛鳥時代の優秀な政治家で、外交官だったって感じだな。じゃあやっぱり聖徳太子は存在したんじゃない？これでこの論争も解決した気がするけど、
そうも簡単に言えないから未だに研究者の頭を悩ませているんだ。実はさっき紹介した随所和国伝には、聖徳太子のとんでもない話が書かれていてだな。その話が聖徳太子の正体を明かす上でかなり重要になるんだぜ。何よそれ。一体どんな話なのか詳しく聞かせてほしいわ。その内容は聖徳太子が当時の中国の皇帝だったということだ。これは意外と有名な話で、隋の文帝に対して送った手紙の一文となっていて、これはある意味で日本の歴史の中で最も重要な手紙ともされているんだぜ。その手紙って聖徳太子が隋の文帝に出したってこと？正確には聖徳太子が書いて、隋古天皇の名で隋の文帝に出したって感じだな。だがこの手紙のせいで当時の日本と隋の関係が荒れかけるんだ。一体何があったのよ？その手紙には具体的になんて書いてあったのかわかっているのかしら？これはひいずるどころの天使よりひしずむところの天使で始まるものなんだが、それを読んだ文帝はめちゃくちゃブチギレたとされているんだ。なんで？どこに起こる要素があったのかな？そもそも天使とはこの世にただ一人、天上に君臨する絶対権力者という意味を持つ。それは随的には文帝しかいないはずだよな。それなのにこのような尊い存在が日本にも存在すると書いてあるわけだ。確かにそう考えると怒りたくもなるか。さらにひいずる、ひしずむの文言には日本の方が隋より格上というニュアンスが込められている。そんなこと言われたら隋の文帝も怒るに決まっていると思うんだぜ。そしてこれは今ではありえないほど、聖徳太子はかなり恐ろしいことをしたなっていうのが私の感想だな。確かに隋のお偉いさんを怒らせるなんて良くないことっていうのはわかるけど、そこまでヤバいことだったのかな？当時の日本と隋の国力の差って、現在の日本とアメリカの差どころではなかったんだ。いわば当時の中国、隋は超大国なわけで、それに対して日本の方が上とか、そういう挑発的な内容の手紙を送った聖徳太子はマジでヤバいと思うんだ。確かにそれはヤバいわ。まあもしかしたら挑発的な意味はなかったのかもしれないけど、隋の文帝がそのように捉えて怒るのも無理はないと思うよ。実はこれについて、作家の伊沢元彦という人は、聖徳太子は古代妄想郷だったと、はっきり述べているんだ。古代妄想郷？それは一体どういうこと？伊沢氏によれば聖徳太子は当時、ノイローゼだったと推測しており、その原因は聖徳太子を取り巻く不穏な人間関係だったと考えられている。人間関係？まさかそんな突拍子もない説が出てくるなんて、かなり拍子抜けしたんだけど、聖徳太子はどんな人間関係に悩んでいたのかな？そもそも仏教が伝来した538年の天皇は欽明天皇と言うんだが、この天皇の子供たちが、離脱天皇、陽明天皇、不春天皇、そして水戸天皇なんだ。この人って聖徳太子のお母さんの陽明天皇と水戸天皇の親だったんだね。彼ら兄弟で次々と相続していたと思えばいいんだが、実はこの中で離脱天皇と水戸天皇はなんと正式な夫婦だったんだぜ。だって子供同士でしょ？そんな、夫婦なんてありえるの？今でこそ信じられない話だが、当時は母が違えば軽米でも堂々と結婚できたんだ。さらに聖徳太子の妻は蘇我馬子の娘だったんだが、なんと彼女は外国語教師と不倫関係にあり、それが発覚してしまっている。父である馬子は激怒して不倫相手の男を殺害し、それを苦にした聖徳太子の妻は自ら命を絶ったんだぜ。うわぁ、もういろいろカオス。こりゃ人間関係でノイローゼになるのもわかるわ。さらにまだ話は続く。この後追い打ちをかけるかのように聖徳太子の母は太子の異母系、つまり義理の息子と男女の関係になってしまうんだ。そりゃ聖徳太子が病むのも無理はないと思うぜ。しかも聖徳太子は絶対に天皇の座につきたかったはずだよね。でも水戸天皇がいたから彼の夢は叶わない。それもノイローゼの要因の一つだと思うわ。そうだな。しかもさっき言ったように叔母の水戸天皇と蘇我馬子は男女の仲だったこともわかっていて、三人体制で日本の政治を行っていたとはいえ、聖徳太子が孤立していたのは想像できると思うぜ。いろいろさらっと言ってるけど、これかなりヘビーな話よね。何かの小説とか映画の話かと思ったわ。そんな精神的な苦しみの中で書かれたのがさっきの手紙なわけだ。日本を滅亡に追い込みかねない内容なわけだが、この背景を知るとなんとなく納得もできる気がするよな。というかむしろ聖徳太子はこんな日本はもういや、滅んでしまえとか思ってたんじゃない？だから聖徳太子はあえて隋の文帝に送る手紙を過激に書いたとか、確かにそれも十分に考えられる。だが仮にそれが真実だとすれば聖徳太子は優秀な政治家でもなんでもなく、むしろ日本を滅亡の危機に追い込んだ張本人と言っても過言ではないと思うんだぜ。でもさ、これってあくまで国同士の正式な手紙だったわけでしょ？今で言えば日本政府が正式に承認した日本国の外交文書を中国に送る感じよね？
それって聖徳太子以外に内容をチェックする人がいると思うし、ましてやこんな内容だったら当然ストップがかかると思うんだけど。お、鋭いところに目をつけたな。確かに霊夢の言う通りで普通ならこんな危険な内容の手紙を随の文帝に送るはずがない。じゃあどういうわけなのかについてだが、まず考えられるのは当時の朝廷がみんな、集団ヒステリーにかかっていたということだ。集団ヒステリー？それは何か、かなり無理やりなこじつけ感がある気がするんだけど、それが意外とそんなこともないとされていてだな。作家の司馬遼太郎は著書世に住む日々の中で、日本人という世界で最も聡明で最も奇妙な民族は、時に集団ヒステリーにかかったかのように妄信すると述べているんだ。いやいや、そうだとしても推古天皇たちが日本はすでに隋を追い越したとは考えないでしょ。そう思うだろうが集団ヒステリーとなればどうなるかわからないぜ。もしそう思って聖徳太子が日本を滅亡に追い込むため、隋と戦争するように誘導しようと天皇に吹き込んだ可能性も捨てきれないと思うんだ。でも聖徳太子って外交面でかなり優れていたのよね。そんなことするとはとてもじゃないけど思えないわ。まあそうなんだよな。しかも外交についてよく知っているのが聖徳太子だけというのは考えにくいし、そうなれば聖徳太子が血迷ったとしても一人のデマで多数意見が醸成されるとは思えない。そうだよね。じゃあ他に考えられる説って何かあるわけ？他に考えられるのが、日本にはシュメールの超古代文明の科学技術アヌンナキという、宇宙人から継承した超科学兵器があったということだ。何急にオカルト的な話を交えてきてるのよ。というかそれって隋への手紙と何の関係もなくない？いや、このシュメールとの関係が本当にあったなら、安全保障は万全だったことが考えられるよな。それなら隋との国力をものともしない兵器が日本にあったとしてもおかしくないし、そうともなれば日本が強気になるのも納得だろう。まあ確かに。いや、というかそもそもそんな超科学的技術があるなら、手紙とか原始的で面倒なことしないでじゃんじゃん攻め込んだらよかったじゃない。正直、手紙とシュメールの高度な技術っていうのは何か違和感を感じるわよ。確かにその通りだ。実は推古天皇らが随所和国伝に記されたようなかなり危険な手紙を許可したのかについて、もう一つ別の説があってだな。その謎の正体を解き明かすには、聖徳太子の正体を知る必要があるというんだぜ。ではここまでいろいろ話したが、次はいよいよ聖徳太子の正体について話をしていこう。これまで話したように随所和国伝には聖徳太子が隋の文帝に送った手紙を読んで、隋の文帝が激怒したわけだよな。でもそうともなれば普通、もしかしたら隋が攻めてくるかもしれないと考えると思うんだけど、どうしてこんな危険な手紙に推古天皇たちはゴーサインを出したのか気になるところだわ。それについてなんだが、仮に隋が絶対に攻めてこないとあらかじめわかっていたら、この話も全て納得いくんじゃないだろうか。まあ確かに隋が絶対に攻めてこないなら極論、何しても大丈夫だとは思うわ。でもそんな絶対なんてないし、そもそもそんなのわかるはずなくない？最初にちらっと話したが実は聖徳太子って未来予想ができるなんて話があるんだぜ。実際に未来期という予言書を残していることからもこの話は割と信憑性が高い話なんだ。確かに最初に聖徳太子の人知を超えるような能力の話の時に言ってたわね。でも未来予想なんて正直、現実であり得るのかって疑っちゃうんだけど、ちなみにその未来記にはどんなことが書いてあったのかな？予言の内容として有名なのは承久の乱についてだ。聖徳太子は朝廷が敗北して、武家政権の時代が来ることを見事言い当てていたんだぜ。さらにこの未来記には聖徳太子の死後200年で都は平安京に移り、明治維新に至る千年の間は都として栄え、その後に都は東へ移るとも書いてあったんだ。やば。歴史を振り返ると予言が全部的中していることがわかるわ。ちなみにこの未来記の存在についてだが、これは実際に存在していることを示唆する証言がいくつも確認されている。例えば鎌倉時代に成立した平家物語だな。これには聖徳太子の未来記にも、ケフのことこそゆかしけれという記述があり、平氏滅亡を聖徳太子は未来記にどう書いているのだろうと考えにふけっているんだぜ。他にも公家で歌人の藤原の定家は、日記明月記の1233年11月20日の記述において、目納の石箱が発見されてそこに聖徳太子の未来記が刻まれていたことを言及しているな。いろいろな証言が残されているってことはこの未来記自体の存在は間違いなさそうだわ。じゃあやっぱり聖徳太子は未来が見える特殊能力を持っていたのかも？そう考えれば仮に隋に挑発的な手紙を送ったとしても、絶対に攻めてこないと分かっていたっていうのも納得できると思うんだ。だから聖徳太子はあれほど強気に出られたと思うんだぜ。そうは言っても聖徳太子以外の周りの人は心配するでしょ？その辺についてはどうなのよ？簡単な話で、
聖徳太子があらかじめ予言の小水湖天皇たちに伝えていれば、この手紙についてもゴーサインが出ることは何も不自然ではないと思う。まあ彼らが聖徳太子の未来予想を信じるのかって話にはなるが、確かにそうか。そしてこれらのことから聖徳太子は、宇宙からやってきた使者だったのではないだろうかという説が生まれたんだぜ。は？宇宙から来た使者って何それ、どういうこと？ここまで話した内容でわかるように、聖徳太子には間違いなく常人ならぬものすごい能力があったと考えられるわけだ。もしかしたら聖徳太子の預言者という一面は、彼の天才的な頭脳から導き出された未来の日本のモデル予想なのかもしれないんだよな。そんなのあり得るわけないって言いたいところだけど、確かにちょっとその説も考えてしまうような能力だったもんね。あ、もしこの仮説が正しければ、随所和国伝に記された聖徳太子の手紙は、もしかしたら現在の日中関係を予想したものだったとか？お、気づいたか。今や世界第2位の経済大国の中国だが、現在の不良債権額は推定1300兆円。日本のバブル崩壊時の不良債権が約100兆円だったと言われていることからも、中国の状況がいかにヤバいかがわかるだろう。この状態は隋が絶対に攻め込んでこないを意味している気もするんだよな。ま、マジでこんなところまで予想していたならすごいことよ。まあ最後の話はあくまで想像の域を出ないが、可能性はゼロではないと思う。とはいえまだまだ聖徳太子についてわかっていないことはたくさんあるので、今後どのような研究が行われるのか注目したいところだな。ワクワクとドキドキが止まらないわね。ということで今回は隋書和国伝から読み解く日本史が全て覆る聖徳太子の正体について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？まさか聖徳太子がこんなに謎めいた存在で、日本の歴史に影響を与えているとは思わなかったわ。想像の域を出ないこともたくさんあるようだけど、今後の研究次第で本当に歴史が大きく変わるかもしれないわね。そうだな。まだまだ研究は始まったばかりのものも多くあるし、今後研究者たちが奮闘してくれることを祈っているぜ。私も聖徳太子について自分なりに調べてみようと思うわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。